最近楽天の民衆が出した2021年度卒学生行きたいインターン企業ランキングでサイバーエージェントやオリエンタル&を抑えて8位になったアロージャパンさんに今日はお邪魔しようと思います。アロージャパンさんの事業内容としては主に携帯販売であったりとか採用コンサルが主な事業内容です。インターンの様子は前回の動画にも上げたのでよかったら見てみてください。今日はですねアロージャパンさんのお昼休みの時間に社員さんとアポイントメントが取れたので今からお話しに行こうと思います。行くぞ。どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。人材開発部採用戦略課の吉崎です。同じく人材開発部採用戦略課の出崎です。ネクスト事業部の木野と申します。よろしくお願いします。あーでもめちゃくちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。皆さんがアロージャパンさんに入社された経緯みたいなのを簡単にお聞きしてもいいですか？うん、私は合同説明会でアロージャパンを知って、もともと金融見てたんですね、はい、で、金融のブース聞いた後にちょっともう足疲れたなとか隣がアローだったんですけどなんか座れるよ言われて、うん、なんか休憩してき言われてキャッチされて、まあ、パンフレットとかも、まあ、イケメンの人乗ったんで、うん、あれだかなって同期が不純同期が不純実際イケメン思った？あのその時の豪雪はいなかった。詐欺ちょっと詐欺でしたね。その人には会えずになんか騙されたなとかちょっと思ったんですけどでも働いてる人がめちゃくちゃ楽しそうで、なんか働く上でこう何するかじゃなくて誰と働くか誰と何をするかその方が大事かなっていうふうに感じたので、自分らしく働ける会社ってどこかなって考えた時にアロージャパンだったんでここに入社しようと思ってきました。実際働いてみてそのイメージとはギャップはありませんでしたか？いい意味でなんか暑苦しい人が多いなって思って。あ確かになんか、うん、学生の成功中誰が暑苦しいですヒットへそうですね、その時に関わってたよりもより社員になってからの方がこう自分に対してすごく熱くこう関わってくれる社員さんが多くて、そこはいい意味でギャップありますね、うん、ああなるほど、ね、はい、そういいギャップでもあるんですね。そうですね、ありがとうございます、はい。アロージャパンさんの新卒採用の基準みたいなっていうのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。うんうん、なんか僕思ったのはやっぱ綺麗な方が多い。本当に基準になるかわかんないですけど、僕らがすごい意識して見てるのは可能性の部分を見ようっていうのはすごい意識していて、まああのこれ何を言いたいかというと、まあその学生さんの中でもやっぱ多少のスペックの差ってやっぱあるんですね。学生が就活の時に。こういう部分強くないと就活で語れへんやろうって思ってるようなスキルの部分は正直あんまり見てなくて、結局多分社会に出て学ばないといけないことって山ほどあるし、それをいかに教えてもらえる学生なのか、いかにいろんな人が教えたいって思ってくれるような学生さんなのかっていう部分の方がよっぽど将来の活躍とかっていうのを考えた時に期待できるんじゃないかなっていうふうに僕らは思ってるので、どっちかというと本人の人への関わり方とか本人の考え方とかそういった部分が素直で謙虚で向上心があってみたいな、そのポテンシャルの部分っていうんですかね、そっちの方を僕らはすごい意識して見てるんで、だからスキルとかスペックとかが見えるような選考会っていうのはそんなに入れてなくて、どっちかというと僕らの可能性が見えるのかどうかみたいな部分を面談であったり選考会で測ってるっていうのはうちの採用のスタイルかなっていうふうに思います。新卒採用で今年入社される内定者の方とか、うん、あと新卒の19卒の方と何人かお会いさせていただいたんですけど、皆さんなんかいい人というか、 なんか愛嬌の優しそうな方が多いなっていうふうな印象を僕も受けたので、すごい感想が小学生並みや。めっちゃいい感じの最後すごい。お三方がその今おっしゃった中でそのアロージャパンさんの魅力って人にあるっていうふうに強く感じたんですけど、そのお三方それぞれが感じるアロージャパンさんの魅力みたいな人以外でっていうのはありますか？女性目線で話すと、はい、結構女性が働きやすい環境っていうのはすごく整えられてて、それこそ産休育休とか取った後ってこう復帰しにくいとかあるんですけども、そういう復帰しやすいような制度を女性社員が作ってって言われるんですよ。ああなるほど。他の企業さんって制度はあるけど意外と産休育休とかも取れなかったりとか、まあ、男性やっぱ上の
人って男性が多いじゃないですか、はい、だから男性がそういうの決めるんですけど女性の気持ちって全然わからないじゃないですか、はい、分かるよ分かるよ分かる分かる大丈夫顔色悪くないでもそういうのを女性社員に作っていってほしいって言って自分たちで制度を作らせてもらえたりとかあとは小さいお子さんとか、いらっしゃる方もたくさんいるんですけども、うん、在宅でお仕事させてもらえるような、うん、仕組みを今作ってたりとして、うん、本当にこう女性私たちも女性って、まあ、結婚して辞めるとか、うん、お子さん生まれたら辞めるみたいな感じがあるんですけども、うん、長く働きたいっていう社員がすごい多いのでそういった社員を大切にしてくれるようなこう、まあ、制度とかっていうのがあるのが、まあ、特徴かもしれない。それはすごいいいですね。お三方が今後やってみたいこととかってありますか？アロージャパンさんないじゃなくても大丈夫ですけど。あ、これ言っていいですよね。いいですよ、いいですよ。勝手にやりたいことがあって、はい、なんかもうそろそろ新しいインターンのコンテンツとかをどんどん作っていきたいなと思ってて、まだ誰もか上司には言ってないんですけど、ディズニーランドでインターンしたくて。ああ、いいですね。めっちゃ楽しそうじゃないですか。はい、結構ガチで、あんまり、なんだろう、私、新しい企画とか考えるの苦手なんですけど、はい、そこだけはもう本気で本気で値段とか調べたのかめっちゃ値段調べたり自分がディズニーみたいな皆さんは何かありますか？なんかまあ僕自身はもちろん起業したいみたいなところももちろんあるんで、はい、まあ、そういうところも一つ考えてはいるし、なんかやっぱ組織としてなんかもっともっと成長していかないといけないなみたいなところが結構強いので、うん、やりたいことも死ぬほどあって、もちろん YouTube チャンネルも伸ばしたいし、Twitter もいっぱいフォローしてほしいし、いろんなことやってるんで、やりたいと思ったこと大体やってるんで、そう、もう全部やってるんですよね。かっこいい。ただ結果が出てないっていう一番最大級の問題点が。でも本業は大成功されてる。本業は大成功してるんですけど、なんか Twitter はうまくいかない。YouTube チャンネルとか伸びひんな。よかったら皆さんちょっとフォローお願いします。フォローしてください。フォローがね。ということで、結構長い間話させていただいたんですけども、こんな感じでアロージャパン変な会社なので、いいところを抜粋してカットして、ありがとうございます。